皆さんこんにちは、証券ママです。今日はだいぶ寒くなってきたので卵とじあんかけうどんを作ります。とっても簡単で温まるので最後までご覧になってぜひ作ってみてください。それからチャンネル登録もしていただけたらとっても嬉しいです。それでは材料です。まずおうどんですね。これを一玉、これはゆでうどんですね。普通の市販のこういったゆでうどんです。冷凍うどんでも大丈夫です。それから卵1個、生姜1かけ、それからお好みで三つ葉と、今日は柚子があったので柚子をちょっと乗せたいと思います。それからかまぼこを2枚ほど用意してください。これは本当お好みで具材は大丈夫です。それからお水が 265cc、 めんつゆが 35cc、 これはお好みで加減してください。3倍濃縮の場合はもうちょっと増やしてください。それからとろみをつけるための片栗粉を小さじ2、お水も小さじ2用意してください。それでは早速作っていきます。まずね、生姜をすりおろします。生姜はチューブでもいいんですが、こういった生の生姜の方が香りが良くて美味しいので、できたら生の生姜を使ってください。はい、生姜をすりおろしました。それではね、うどんを煮ていきたいと思います。お鍋にお水とめんつゆを入れます。火をつけます。はい、このようにね、タレが煮立ってきたらうどんを入れます。そして2分ほどね、ちょっとこれ煮ますね。はい、2分ほどうどんを煮ました。そしたら一度火を止めて、そしたらこのうどんを丼にとってしまいます。はい、そしたらすぐにまた火をつけて、これにね、水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。片栗粉小さじ2にお水を小さじ2入れます。そしてね、これをよく溶いていきます。はい、そしてその前にごめんなさい、生姜のすりおろし1かけ分ですね、これをまず入れちゃいます。そしたら火をつけて弱火でですね、そして少しずつ片栗粉を入れてとろみをつけていきますね。一気にやらないでね、少しずつ入れてください。そうしないとダマダマに、ね、なっちゃうので。はい、これで片栗粉が全部入りました。そしたらね、少しね、とろみがつくまで煮ます。だいぶとろみがついてきましたね。はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらね、卵1個を溶きほぐします。そしたらもう一度火をつけて、はいはい、こんな感じにふつふついっている中に卵をね、少しずつ回し入れていきます。ちょっと糸をこう描くような感じで細くこうやって入れてきます。はい、それでしばらくね、ちょっと触らないでこのまま煮立てます。もうだいぶ火が通ってきましたね。ちょっと揺すったりして、あまりね強火にしないようにして、はい、もうこんな感じにね、お花が咲いたような感じになりました。はい、そしたらもう出来上がりなので火を止めます。
はい、そしたらね、先ほどのね、揚げておいた丼に揚げていたおうどんの上にこれをかけていきます。一気にかけちゃいます。美味しそうですね。そしたらあとはね、トッピングを乗せていきます。今日はかまぼこがあったので、かまぼこを2枚、それからね、三つ葉もね、ちょっと乗せます。それから柚子があったのでね、これもとっても温まるし美味しいので、柚子もちょっと上に乗せます。香りがね、良くなるので、あったらぜひ乗せてください。はい、これで卵とじあんかけうどんの出来上がりです。美味しそうにできました。ぜひ寒い時ね、熱々を食べて温まってください。それではね、ちょっといただいてみます。美味しそうですね。冬はあんかけだと温まりやすいですし、卵もトロトロで、こんな感じでとっても美味しそうです。じゃあいただきます。生姜が効いていてとっても美味しいです。ぜひ生の生姜でやってみてください。とっても温まります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。寒くなってきたのでね、あんかけうどんを作って生姜をたっぷり効かせて温まってみてください。それでは皆様、風邪などひかないようにお元気で、またお会いしましょう。バイバイ。またね。証券ママでした。